どうも、ゼンと申します。来ましたね、歴戦を言えるかな。ちょっとね、私寝起きであんまり声が出てないんですけれども、初見動画撮っていきたいと思います。で、まあ装備がこんな感じですね。まあ普通の、割かし普通のドラゴン装備なんですが、まあ、一応クラッチ攻撃強化入れてあります。はい、じゃあ行きましょうか。で、気になるのがやっぱりBGM かな。専用のがもう分かってるんだっけ、専用の流れるって。来た。あ、え、流結晶なのかそれ全然見ずに受注してたわ。あ、なんかこの始まり方、極秘ヒーモスを思い出すな。どこにいんの、ここ。おお、いたいたいた。どうしよう。あ、でやっぱすごいメタリックだな。これ襲ってくるのかな、大丈夫かな。来なさそう。あ、襲ってきた。お、来た来た来た。やっぱ専用 BGM だ。とりあえず、あ、どうしようこれ。2回やってこうで。頭を傷つけて。いや、いいな、やっぱ専用 BGM。多分ワールドっていうかアイスボーン最後のね、最後の要素ですから。ちょっとひるまないんかいお前ひるむと思ってゴリ押ししちゃったんだけど今。はいはい、これも同じ。なんかさ、攻撃のつなげ方がちょっとなんか独特じゃない、早くない。あ、やっぱ早い早い早い、攻撃のつなげ方が早い。邪魔邪魔邪魔、ゴリ。あー、これね。オッケーオッケー。これの後は？あー、なんかやっぱ、つなぎ方が違う、攻撃の。あー、やっと測れた。尻尾？尻尾？尻尾。おー。これ、おー、すごい。早いな、やっぱ。すごい。かっこいいな。なんか肉質ちょっと硬い、これもしかして。肉質ももっと硬いような気がしないでもない。カーナってめちゃめちゃ肉質柔らかいから、普通のカーナ。はい、ダメージはでも そこまで、でもそんなめちゃくちゃ増えてるっていうわけでもなさそう。お、V 破壊、V 破壊今か。遅いな。アッパーで。え、え、な、なになになに今なんか、あ、多分今、氷に着地したな。ツナは気づけた方が良かったかもしれない。おお、それの後にもなんか繋げてくんのね。これは？あ、これはちゃんと終わる？これの後にも繋げてくんのかな、なんか。これはマット言い直しだね。え、だからなんか多くなかった今落ちてくるの多かった気がする。カウンター。あ、怒ってても、あ、怒ってても1回だし、そういうカウンターが落ちてくるのか。面白いな、なかなか。2回普通にやってくることもあるのか。こう、あー、初めてのダウン。で、耐久値ば、耐久値鬼のように高くない、これ。何、ダウン感は一緒で、一緒だ一緒だ。あー、嘘そんな昼道補正 2.5 倍が、 V 破壊補正 2.5 倍をもってしても、え、そういうあれなのね。そういうブレスもあるのね。てかやっぱやばい、さっき普通に傷つけるべきだったこれ。普通に傷つけやすいから。はいはい、
傷つけましょう普通に。いやでもさっきのあの JR 最終弾でひるまないのがちょっと、ああ流風ひるみだ、衝撃的。まあでもそりゃそうだよな、あんだけダウンに時間かかったならラストラッシュのあれだけで削りきれないね。これ置き詰め AI かな。これもなんか多分落ちてくる方が長いんだよね。2、3、あれ、これ気のせい、俺の気のせいかもしれない。まあそっから踏みつきにつなげてくるまでも長いんだな普通のやつより。まあでも今んとこなんか攻撃のつなぎ方とかは違うけど、新モーションはまだ見てないかな。これは、あ、これは普通のグレスか。さっきの爆発も来ることもある。あ、これ3回やるときは必ずこの3回普通のやつをやってくるのかな。おお、何そのフェイント噛みつきしてくるんじゃないのそこで。やっぱ3回やってくるときは最後まで普通の突き出しっぽい。おお、これ、あ、これだ、これだ新モーション。あ、でも後突き結構あるよちゃんと。はい。おお、なるほど。頭高いのやめてほしいんだけど。あ、これはあれか、どうしようなんかクラッシュしちゃったけど、あれこれ食らうな多分。もうちょっと遅らせるべきだ。あ、なんかいい、これの後って普通のビルカーナも比較したっけ、覚えてないけど。今のいいね、今のもちゃんと好きやって。おお、やっとダウンあれ普通のカーナでは考えられないくらいダウン取りづらいな、こいつ。これでもさ、多分なんか取れないよね、取れないんだ。うわ、すごいな、それはやばいな、それは。なんか、あ、そっか、フェイントかけてきたときは爆発する方なのか、多分普通にやってくるときはあのカーナと同じ方のプレスで。これか、はい、ちゃんと傷つけましょう。これ傷散布になってなかったら、傷散布になってなかったら絶対傷維持できてんやな。移動を、はい、結構体力も多そうだな。いやー、このエリアちょっと戦いにくいんだよな。段差とこれ終わるんだっけ。あ、終わらないんだ。来てくんのって3個だったっけ、覚えてね。あ、別に飛んでくるやつに飛んでくるやつに繋げてくることもある。はい、飛んで、あ、飛んでもこれすぐにこれやってくるんだ。それいい、なかなか。これは終わらないんだよ確か。あ、これこの地面ブレスにつなげてくるの確定なのかな、あの尻尾大回転。あ、今の流風切れるかな。これは、あ、これの後ちゃんと終わる時もあるのか。パターンの把握が結構大事になってる人。これの確か威嚇してたよね、さっき。確か威嚇してたから。こう。で、ガオーだから、いいね。結構いいモンスターな気がするな。今のところ
新モーションもちゃんと隙あるしね。こう怒り切れたけど1ダメージで怒るとそういうそういうあれだよね多分。もうぶっ飛ばしほとんどできませんよみたいな。あ、乗っちゃった。せっかくだし乗るか。これどのくらいかな、スタンチ。スタン取っ、でもそんな、そんな味じゃないです。スタン取らないかな。イベルカーナって、もともと、1、2、この辺か。イベルカーナってもともとのカーナもスタンチ高いから。あれ、ちょっと待って。え？俺が今タイミング間違えたかな。え、でもノリダウンって普通より長い、俺。道すぎる。ひるみ、あたい、ひるみ耐久値高いな、やっぱ。やばい、閃光玉、閃光玉当てると大変だな、ちょっと。いや、普通に寝床まで追っかけよう。なんかいかにも当ててください位置みたいな、当ててくださいみたいな位置に寝てるけど、多分当たらないよな、これ。お、すごい。え？見てこの、見てじゃない、聞いてこの いびき。こいつって、もともとこんないびき書いてたっけ？わかんないけど。よしよし、早くしないと、早くしないと傷が切れちゃうから、始めよう。おお、やっぱフェイントが来るときは、爆発する方なのかな。これで終わるかな？終わんないかな？体力すげえ多そうだし。普通のカンの3倍くらいは体力ありそう、こいつ。ああ、終わった終わった。ということで、歴戦をイベルカーナでした。なんか結構ね、結構いいモンスターだったような気はする。よし、じゃあ最後にね、防具見て終わりますかね。対価転覆3。すごいな。抜刀術、氷属性、体力回復量、氷属性、集中、あー。フルチャージ、おー。あ、この腰と足は、いや、腰と足はなんかこれ、表記連成関係なく使われそうですね。わからんけど。集中とか多分、体験とかだと、4スロ、集中2の装飾品がないから、4スロでスキャンの結構大変だったけど、これとか多分使われるんじゃないでしょうか。この足も、これもう足ほとんど、足これ今作っちゃいたいくらい強いんだけど、これ。いや、強いなぁ。で、表記連成はどうなんだろうなぁ。なんか少なくともこのドラゴン、だから黒竜拳との相性で言うと、多分、ラビーナ 4V つけちゃうと、会心率が足りないから、結構難しい、運用は難しいとは思うんだけど、まあ、それもなんか、そこを含めて適当に動画出そうかなと思ってます。はい、ということで、歴戦をイベルカーナの初見動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。